はい、皆さんこんにちは。榊敦でございます。11時をちょいと回りました。9月25日、あもう月末やほんまに。9月25日のですね、今日は水曜日ですね。いや今日も夕方出かけなければいけないんでですね、忙しい9月ね。こう何も予定なかったんですけどね、始まった時点では始まった時点では予定なかったんですけど、ポチポチと入ってきますねやっぱりね。ほんまに、で、あのなんとかルーティンが一番好きなんですよね私何もなくここにやってきてふーっと夕方までいてして帰るというのがですね一番好きなんですけど、なかなかそういうわけでもいきませんね。さて行きましょうか。コリアウェーブというサイトに、今朝6時に出ている記事ですね。主要技術で韓国を追い越した中国、急成長の背景にある戦略というですね、これは韓国側のですね、あれですね、の記事です。中国は科学技術分野において韓国を追い越すまでに成長した。これは持続的な科学技術への投資、先進国で学んだ留学生の大規模な帰国、積極的な人材確保の結果といえる科学技術情報通信省による2022年技術水準評価によると、11の主要な科学技術分野で中国が韓国を初めて上回った。この科学技術情報通信省というのは、これ中国の役所で、中国側から見て英語で帰ったで韓国にと言うてるわけですねちょっとビビー気あると思いますよ私はこの評価は11分野の136の革新技術について、日本、韓国、中国、米国、欧州連合、EU の技術レベルを2年ごとに評価するもので、EU はひとまとめですか論文や特許などの定量的分析と専門家の調査による定性的評価が組み合わされていると。評価結果によると、韓国は二次電池の分野では5つの技術でリードしているが、その他の分野では米国が主導的な地位を占めている。2020年の評価では、米国を100点とした場合、韓国は 80.1、 中国は 80.0 でほぼ同等だったが、2022年の評価では中国が 82.6、 韓国が 81.5 となり、中国が韓国を上回った。と言うても 1.1 でしょ、誤差の範囲なんやまあやけど、まあね、この以下続くんですけど、現時点でだから中国はかなり追いかけてるぜというふうに、こう、まあ、中国側から発信してる情報なんですね、これは。で、まあ現に日々中国の技術っていうのはですね、追いついてきてるとは思います。でもね、科学技術というのは日々進歩するんですよ。で、今まで中国がなぜ追いつけたかというと、アメリカが寛容だったからなんですなんていうか、まあ要は中国人たちがアメリカにマースがやってきてですね、このアメリカで最先端の技術を身につけていく、身につけるということに関して割と寛容だったんですね。あるいはアメリカの企業がですね、いや、中国に進出して、まあこれはドイツもフランスもそうですけど、で、その製造技術をですね、中国に見せるという、まあ簡単に盗ませるということにも割と寛容だったんですよ。この5、6年で空気がガラッと変わりました。中国はそれをですね、何と言いますか、盗んでるわけですね。でちゃんとしたパテント料を払わないわけでしてですね、で好きやらば盗んで持って帰ろうとしてるわけだって、そういうことに関してですね、アメリカは不寛容になって、ヨーロッパも警戒心を高めていると。で、ですね、今ですね、アメリカは中国からのですね、科学技術系の留学生を受け入れない方針になっていますね。なかなかビザ降りないし、ビザ降りても入国させてもらえないみたいな風になってるわけです。どんどんそのですね、環境は悪くなってるわけですね。で、しかも科学技術は日進月歩で進んでいきます。追いついたと思ったら、実はもう向こうは先に進んでたというですね、そういうことがあるわけであってですね、今後中国が今までみたいにですね、どんどこどんどこですね、こう伸びていくと、科学技術力を伸ばしていくというふうには私は思えませんね。今もアメリカは抑え込みにかかって、封じ込みにかかってます、中国。で、ヨーロッパもですね、警戒心を強くしています。なんで今後ですね、中国はですね、非常にこう環境が悪くなって、で海外に行った留学生もですね、今までは帰ってきたんですよ。なぜかっていうと、条件が良かったから
海外の研究者や企業にいるよりも中国に帰ってきた方がいろんな面で条件が良かったんですね。で優遇されたんですけども、今はそんなことないんですよ。もうとてつもない不況になってですね、しかもですね、中国はややこしい国になりましたから、ちょっと政府に逆らうようなことをすると一発でですね、自由が奪われるということになります。SNS でぶたれた瞬間にもアウトなわけですね。そういう国へは誰も帰りたがらないわけなんですね。そうすると中国はこれから交代局面に入ると思います。そりゃそうや、もうこれから中習近平は文化大革命 2.0 やろうとしてるわけですからねそんなもん科学技術が伸びようはずはないんです。で、ですね、韓国とね、中国というのはよく似てるわけなんです。どこが似てるかというと独創性がないわけです自分たちではどんどん先へ進めないんですよ。目標があってそこにこうや到達するというところは得意なんですけどもですね、その先自分たち新たな切り開いていくということがですね、非常に増えてな連中なわけなんですね。新たに中国で開発された技術とか韓国で開発された新たなコンセプト商品みたいなのがないわけなんですね。だからですね、まあ延々にですね、こう追いつけないんちゃうかなという気はしますけどね。私は研究開発というそのものに対してあんまりこう重視していないんですよね、韓国も中国も。それよりもですね、どっかから持ってくると簡単に盗んでくるということで今までやってきたわけであってですね、研究開発が得意ではない、得意ではない、まあそのね、非常にこう彼らは短絡的なんですほんなら持ってきたらええやんという、そういう発想から抜けきれないからですね、学ぶのは得意なんですね。分かりやすく言えばですね、東大生がですね、答えがある問題にはやたらと強いけどですね、クリエイティブに弱いという、まあ本当に弱いかどうか知りませんよ、東大出てもクリエイティブな人いますけどねまあ一応そういう図式で言えばそういうことになるわけです。答えがある問題には強いけどその先へ行くというのは苦手ということなんでですね、今後、まあ、中国も韓国もね、アメリカに追いついて追い越すなんてことは僕はありえないと思ってますよ、その構造上。だから中国人数が多いとかと言うてますけど、あんだけの人数がいてね、今までね、サイエンス分野のノーベル賞って1本しか取ってないんですよ日本の10倍いるんですよ。それでもう近代あれですよ、こう改革開放が始まってからですね、早40年近く経ってる、40年ぐらい経ってるのか、そろそろね5匹や6匹ぐらい出てもいいはずでしょ。それでも出てこないわけですからね。で、まあなんて言いますか、そういう面ではあれですね、非常に独創性がない。韓国もですね、日本の4割のサイズですからね、日本の4割本来、まあ出発時点がちょっと遅かったってありますけど、それを引いても2桁ぐらいいってもいいはずやのに、科学分野ゼロですからねなんでですね、やっぱりね、やっぱり得て増えてですよ。はい、まあということで、この主要技術で韓国を追い越した中国、急成長の背景にある戦略というタイトルの記事ですね、一応貼っておきましょう。まあ頑張ってはいますけどねでも頑張ってはいますけどもですね、追い抜くなんていうことはありえないというお話でございました。はい、皆さんどう思われています。